シャロムダジャハオチョネミダ天国家オジンでございます。今日は何をやるかと言いますとですね、さっき書いたですね、絵手紙用のハンコ、絵手紙用にハンコは欲しいなと思う方はたくさんおられると思うんですけれども、自分で彫るのにちょっと難しいとか、消しゴムだとちょっとすぐ下手っちゃうからね、もう石本当に簡単に彫れるから、で今日そこを静電石でね、簡単に彫る、ひらがな一文字、難しいことは言いません。漢字を彫りましょうとか篆書を彫りましょうとか難しいことは言いません。簡単にひらがな一文字で、こんな感じのね、ビョン見えるかな、こんな感じでね、ひらがな一文字をね、彫っていくのをね、ちょっとね、これはもう絵手紙用ハンコのね、完全マニュアルでございます。これ見ればもう大体、もうあ、こんな簡単じゃん、できるわできるわっていうことでね、彫れるようになっちゃいます。ということで、みんなが彫れるようになっちゃうと僕の仕事がなくなってしまって上がったりなんでございますけれどもね、簡単なんです実は。もうそんな感じでございます。これを見れば、絵手紙用のひらがな一文字ハンコはもう超簡単にできます。はい、完全保存マニュアルでございます。よかったらご覧ください。いやいや、ぜひご覧ください。どうぞ。ということでね、まず必要なものはね、印刀。まあね、印刀がなければなんかコンパスとかでも大丈夫だよ。コンパスの先っぽとかでもね。あとは、これ掘るやつね。うん、であとはね、歯ブラシね、こすったりする。あとマジックとトレッシングペーパー写すやつね、こうやってね。あとは朱肉、もう印泥があれば印泥でいいですけど、最初のね、慣れてない頃は印泥よりもスタンプ台の方が押しやすいです。であとは耐水ペーパーね、紙やすり、これ水でつける、400番と150番、うん、400番と150番です。これはホームセンターで買えます。あとはね、100円ショップで売ってるのがダイソーで売ってるんだけど、360番と150番と1000番ぐらい入ってるやつがある。それだとね、3枚入って100円で買えるので、これは便利です。はい、ということでね、まずね、印材なんだけれども、印材はね、この静電石、青い田んぼの石って、これがね一番楽かな。掘りやすいからね、何個か買った方がいいかも。これ1本でね300円ぐらい、でそれでお店で売ってます。でそれをね、掘ってきますね、すってきますね。これね、最初ね、必ずこう平らにしなきゃいけないわけですよ。なので、まず平らにこう、こっちの150番の粗い方で平らにする。それで僕はこのガラス板でね、擦ってるけれども、ガラス板ない場合は普通の平らなテーブルの上でも大丈夫、うん、でこれでだいたい平らになるから、こうやってね、うん、最初絶対擦ってね、絶対擦って、なんでかっていうと、ここにね、ロウがこういう風についてたりするの、ほらわかるかな、こういう風にロウがついてたり、あとは先っぽが曲がってたり平らじゃなかったりするから、これで必ず平らにしてくださいね、こうやってね。はい、で150番で吸ったら400番とかね、500番の目の細かい方でまた平らにする。でこの時大事なのがね、こうガラス板にこう乗っけて、ピタッと動かないようにするっていうことね、うん、であとはね、もう掘っていくだけなんだけれども、問題はさ、ここにさ、字を写さなきゃいけないじゃない。でいろんな簡単な写し方がね、別の動画で上げてんのよ、ポスカで写すやつとかね、そういうの上がってるんだけれども、もうひらがな、絵手紙だからひらがなでね、簡単だから、これね、もうこのまま写しちゃった方が早いよ。こうして、トレッシングペーパーに、例えば「ウジン」の「ウ」だから「ウ」でいきますかね。「ウ」とこう書くでしょ、「ウ」とこう書くでしょ。それでこのまんまだとね、さ、このまま彫っちゃうとさ、ハンコが逆さまになっちゃうから、これ裏返しにするわけよ。裏返しにすると字が逆さまでしょ。でこのこれを見ながら、ここにこうやって「ウ」と入れていけばいい。でこれはね、ひらがなで彫るから、もうね、結構ね、なんていうの、適当でも可愛い、もう
適当でも可愛いから大体こんな感じ。もう超簡単にいくからね今日はね、うん、でもうこのひらがなだけね、難しい漢字とかやる場合はまた別の動画見てね。これ絵手紙用のもう超簡単、もうこれだけできちゃえばね結構もう大体のそのハンコではね、絵手紙ではね十分だと思います。ではいくね。ここでまず掘ろうと思うんだけれども、ここでねまずね緊張しちゃう、初めての場合緊張しちゃうから、この反対側もすっといて、こうやってこっち側もね、こうやって反対側も同じ要領でこう平らにしといてください。それで、まずこっちで練習しましょう。こうやってね、こっちの方でこっちでもうねまっすぐこう掘る練習して、こううまくいかなくてもいいから、とりあえず石に慣れとかないと初めての場合緊張するから、こう石をねこっちで裏返し、こっちとこっちで両方使えるじゃない、なんかこっちの裏返しをこうすっで練習しちゃうの。こうやって何遍か線もう適当に入れて、こうやってね、もうこのまっすぐまっすぐもう適当でいいです。もうとりあえず慣れるだけだ、曲がっちゃってもいいからね、とりあえず練習する。でこうさっき歯ブラシが必要だったのはここでね、こするために必要なんですね。よし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 でこれでね押しても結構楽しいからね、本当はねインデイが使えればいいけどスタンプ台で十分です。銀行で使うようなやつでね、はいとね、こんな感じで面白いでしょ、うん、でこれをねあの練習でバリ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 やっちゃってください。でこの練習がある程度いけたなと思ったら、もうこれね失敗したらさっきみたいにすっちゃえばまた平らになって何遍も使えるから、こんだけ長いからどんぐらい10回20回やっても全然問題ないぐらい、もっとだよね、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、17回は失敗しても大丈夫ね。ということでね掘ってきますよ。もうこれは難しいこと言いません、このまま掘ってっちゃえばいいから。この線の上をよいしょ、1回2回この曲がるところ怖いでしょ、曲がるところ怖いからゆっくりよいしょよいしょ、立てながら行ったらいい、よいしょ、曲がれる人はグッと曲がっちゃってね、このままグー、はい、もうこれで完成です。早いね、もうこれ見たら簡単でしょ、もうこのままもう1回やればいいから。それであとはねこれを押しながらあと調節していく。これでまた歯ブラシでこすってね、コリコシ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 と、はいはい、出来上がり、うっとできたでしょ。まあこれちょっと四角のまんまで悲しいから、まあこれね周りもちょっと削ってあげる、こうやって周りも周りをこうやってよいしょ、角を柔らかくしてあげるとちょっとそれっぽくなるからね、こんだけでいいです。もうちょっとやるか、結構落としても全然平気よ。これ字がね、石がねもう斜めになるぐらい削っても面白いからね、だいぶ変わるよ。よいしょね、ほら雰囲気出てきたでしょ。それでもしこの線がもっと細いなと思ったら、これあとはねこっからね太くしてっちゃえばいいわけですよ。ここのところね、この部分をちょっとで、この時のコツは絶対この線からはみ出ない、このなんていう、一回掘った線を太くしていくって感じ。別のところに線入れちゃうと線が二重三重になっちゃうから、とりあえずこの線だけをこう太くしていくって感じね。もうあとは好み、もうぶっといのが好きな人はぶっとくしていけばいい。よいしょと、はい、まあこんなもんでしょう今日はね。はい、うと、はい、完成です。こんな感じ。じゃあこれで押してみようか、さっきのやつにね。これハンコを入るだけで全然雰囲気変わるから、いくよ、えりゃ、ほらね、ハンコ入ると全然雰囲気変わるでしょ。それでこれ反対側のさ、これでさ、いろんなところに押してっちゃって、このさっきの四角のやつをさ、
なんだかよくわかんないけど色が入ると変わるよね、ほらね、こんな感じでございます。はい、ということで、今日はね、絵手紙用の彫り方ね、もう簡単簡単に一文字、もうこの同じ要領で、あとかいとかうとか、難しいのがむとか、あとか、あめとか、まあそんなのもね、簡単にできるからね、うん、ちょっとまとか彫ってみる、あめとか彫ってみようか、ちょっと難しいやつ、もう同じ要領です。で、印材の大きさなんだけれども、だいたい今彫ったのが1センチぐらい、だからそれぐらいで大丈夫だよね。で、ここにさっきみたいに一番難しいひらがなってなんだ、複雑なひらがな、あでいくか、あで、ああって書くでしょ。で、これを逆さまにして、こっちにこれを見ながら真ん中に、まあうまくいかない人はこれ下書きをね、鉛筆で入れてもいいし、ああと、はい、こんな感じです。これも同じです。この線のところに合わせて、このね、この線を彫ってけいだけ、よいしょー、お、よいしょーと、よいしょー、頑張れ頑張れ、ちょっと細かいけどね、頑張れ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 、よいしょよいしょ、はい、出来上がり、早いね、簡単でしょ。で、こっちに押してみようか、あとに、で、これも周り、このまんまでもいいけど、ちょっと周りをこう落としてあげると、この角をね、うん、大胆に落としちゃっていいよ、これ落とすとき、に、だいぶ雰囲気変わったでしょ。で、あとはもっと太くしてもいいし、このまんまでもいいし、こんな感じで出来上がります。ということでね、今日はね、絵手紙用にね、ひらがな一文字を彫る、もう超簡単なマニュアル動画を作ってみました。ということでね、また次の動画で会いましょう。再見、バイバイ。